自分が正直でなかったり、嘘をついていたり、できなかったことに言い訳をしたりしていることで、知らないうちに周りの人たちに、生き物たちにどんな影響を与えているのか気がついていますか？私はやりますと言っておきながら、伝えることだけをすればいいと思っていました。伝えるということは、その伝えたことが相手に伝わったかどうか聞き確認すること、そしてそこから行為されることがあれば、終了されたかどうか確認することまでがやりますと言ったことに含まれています。それによって終了完了されなかったことで、見えないことが進まず、周りに知らないうちに影響を与えています。私はその影響を知らないでいます。どんなことが起きているかも、嘘をつかず正直に毎日を生きていきます。そうできますように、ナザレのイエス様、導いていただけますように願います。アーメン。